ジャムセッションとは本格的な準備やあらかじめ用意しておいた楽譜、アレンジにとらわれずにミュージシャンたちが集まって即興的に演奏をすることである。特にこれを重視するバンドをジャムバンドという類似語としてアドリブやインプロビゼーションがある。ジャムの語源は食品のジャムに由来していると推測されており、サムシングスイート、 サムシングエクセレントを表した表現として1929年に生じた言葉とされている。ショートフリーインプロバイズドパッセージパフォームドバイザーホールバンドと研究されている。言葉のこの使い方の由来はよくわかっていないが他の新しく生まれ出た言葉ヒップやヘップやヘップキャットなどのように音楽ジャズから英語に入ってきたものだとみなされている。 ジャムという言葉は広い意味ではロックやジャズの演奏中のひらめきによる即興演奏の部分を指している。ジャムセッションという言葉は新しいフレーズを探したり感性に合ったアレンジを見つけたりする作業を指しても使われる。あるいは集まって演奏することや一緒に練習したりすることを指しても使われる。ニューヨークのジャズシーンは閉店後のジャムセッションで有名だった。 最も有名な閉店後のジャムセッションの一つは、1940年代から1950年代早期に、ミントン・エスプレイハウスで行われていたものである。ミントン・エスプレイハウスでのジャムセッションは豊かで、創造性に富んだ演奏の場で、ベン・ウェブスターやレスター・ヤングなどのような今や認められているソロイストたちの実験場となっていた。そこに参加した若いジャズミュージシャンたちは、 やがて、ビバップムーブメントをリードする代表的な演奏家になっていった。ミントン・エスハウスのピアニストだったセロニアス・モンクやチャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーラである。ミントン・エス・ジャムズは、そのレベルの高いカッティングコンテスト、カッティングコンテストが伝説となっている。ソロイストたちは、ミントン・エスハウスのバンドとの伴奏を維持しながら、互いに、 即興演奏を掛け合う技術を磨いた。ジェームス・ブラウンの JBS、ブッカーティ &MGs、ジョーテックスのバックバンド、バーケーズなどが曲の感想部分で優れたジャム、インプロビゼーションを披露している。ポピュラー音楽やロックミュージシャンの楽器演奏の熟練度は1960年代半ばから1970年代初期にかけて向上した。演奏の中でジャムをすること、 ジャミングはロックの演奏の中で普通にフィーチャーされるようになった。クリームやザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス、グレート・フル・デッド・オールマン・ブラザーズ・バンドはライブの中の要素の一つとして15分以上のジャムを展開することもあった。録音された演奏の例としてはエリック・クラプトンの1970年代早期のバンド・デレク・ザ・ドミノスのアルバム レイラーアザーアソーテッドラブソングズ25周年記念エディションが一つの例である。デレクドミノスとオールマンブラザーズバンドのデュアン・オールマンのジャムだが、オールマンは、秀逸なギタープレイを披露している。他の録音されたジャムとしては、ジョージ・ハリスンのオール・シングス・マストパスの追加トラック、アップル・ジャムが挙げられる。1970年に発売されたジョージ・ハリスンのソロアルバムで、 多くのセッションミュージシャンがフィーチャーされている。ABCD アドリブギター虎の巻き、ジャズ、フュージョン編、P8、ジャム。オンラインエティモロジーディクショナリー。2015年8月18日閲覧。h t t p m i n t e n s h a r a m c o m イベント、ミントンズレガシージャムマイナス -4、パスザピースなど、ファンクの傑作多数、グリーンオニオンズはインストだが、 ポップチャートでもヒットした、クロスロードでのジャム、ギターソロは秀逸であると評判だった。ありがとうございます。